この試合にはですね、実はフジテレビの方から香港マカオの会、それに気象100万円、さらにはフジテレビ会、デイリースポーツ会が贈られるわけであります。今満員の場内に音楽が流れておりまして、いよいよこれから選手の紹介であります。ご覧のように興奮のリスボ大田区会議館、今チャンピオンが登場してまいります。ああ今日は白いドレー帽を一にかぶっております。ジャガー横田、例によりまして白いファイティングスーツで登場してまいりました。胸にしっかりと赤いチャンピオンベルト、軍団の若い選手に担ぎ上げられるようにいたしまして、デビル正美選手の登場であります。あ手には例によりまして続投を持っております。デビル正美選手リングに入ってまいりました。デビル正美選手は藤井寺のために両選手並びレフリーに花束の贈呈でございます。リング上では今チャンピオンのジャガー横田に、そしてデビル正美選手に対しまして花束が贈られております。なおその後のミミ萩原選手でありますが、今小松原選手にちょっと控え室を見てもらいましたが、依然としてミミ萩原選手は横になったまんまお腹の方に氷を当てまして静かに目を閉じているそうであります。ねえ、ちょっとそちらの方もですね、状態が分かり次第刻々とちょっとお伝えすることにいたします。さて、いよいよこれから、今木刀をですね、上田コミッショナーに渡しまして拍手を求めました。レビューの神であります。今日はその心意気、フェアに戦ってもらいたいところです。宣言上、この試合を全日本女子プロレス協会主催の 3WA 選手権試合と認定いたします。今日は51年4月19日、全日本女子プロレス協会コミッショナー上田氏。今コミッショナー宣言が行われました。ただいまより本日のメインイベント、スリータイム世界選手権試合60分日本勝負を行います。超満員に膨れ上がった大田区会議館、いよいよこれから選手の紹介であります。選手権試合完成担当、ブラック軍団のドンから果たして世界のデビル正美に大きく飛躍することができるかどうか、挑戦者デビル正美の胸中はどうでしょうか。今日僕、今僕ね渡したでしょ、僕、はい、今日は僕と使いませんと意思表示だと僕は見せませんね。そうでしょうね、やはりこういった世界選手権試合ですから、過去いくつの名試合をね、このチャンピオンベルトは刻んでいるわけでありまして、そういった意味ではこの試合木刀や反則で汚してもらいたくないですよね。セコンド1セコンド、はい、またそれだけの力を十分に持っている挑戦者デビル正美であります。さあチャンピオンのジャガー横田、どう受けて立ちますか。試合が始まりました。しかし花さん、この試合は本当にプロレス界注目の一戦なんですよ。はい、チャンピオンのジャガー横田は体は小さいんですけども、爆人のテクニックとそれから根性でここまでのし上がってまいりました。デビル正美選手は今一番充実してるんですね。そうですね、一番彼女は充実で、練習なんかすごいですからね。実力的にはもう本当にナンバーワン、ジャガー横田といえどもちょっとどうかというね、首をかじける関係者も多いんですよね。したがってこの一戦は全く油断を許しません。目が合わば一つ木刀を抱えしたクリーンな気持ちでね、60分を一緒に戦ってもらいたいものであります。さあ右の足を取りましたのがジャガー横田、29代チャンピオンであります。
なお今日はリングサイドではかつて華麗なテクニックで一世を風靡いたしました赤木真理子選手の、ね、観戦中であります。まあ、タイプから言えばですね、やはりジャガー横田はかつての赤木真理子選手ということになりますよね。そういうタイプですね、はい、ジャガー横田選手は56年の2月ジャッキー佐藤を破りまして横浜文化体育館でしたね。見事にチャンピオンになり、その後ペギーリー、さらにはライアン・コクマンを去年電源殺し合い、今年の正月には後楽園ホールでジュディ・マーティン、そしてモンスター・リッパーを下しまして、今日が5度目のタイトル防衛戦であります。立派なものですよね。しかもですね、この1年以上にわたる長い間にとにかく4回のですね挑戦者を次々に退けてきたわけですから、こういった、まあ、挑戦の長さといいますか、はい、本当に人が来ると言いますか、大したチャンピオンですよね。こういった速い技がジャガー横田選手の真骨頂であります。一方のデビル正美選手はかつては、まあ、高橋正美という名前でね、全日本女子プロレスに入門いたしまして、一時天神正美を名乗っておりました。そして現在デビル正美選手と、まあ、ブラック軍団に対して池下に指示いたしましてね、今日の地位を築いたわけであります。改名するたびに強くなると言われましたのが、このデビル正美選手であります。福岡の出身であります。まあ、デビル正美選手もどちらかというとこういった大試合は従来は弱いとされておりました。そうなんですよ、決まり技があるんですよね、はい、僕はしかし今日は違うと思うんですね。いい試合をしてますね。彼女に昨日会った時にですね、1ヶ月の早かったと言ってましたね。それにはやっぱりいろいろ意味あると思うんですよね、はい、言いたいことがいっぱいあったけどもできなかった早かったという意味と、待ち遠しかったという2つの意味があると思うんですよね。そうですね。今日も私若い選手の何人かにですね、この試合の予想をしてもらったんですけども、全くわからないと、わからないけどもですね、デビル正美選手の最近の充実ぶりはもう怖いぐらいです。ですから、チャンピオンのジャガー横田選手も、いかうかできないんじゃないでしょうかと。これはデビル軍団だけではなくてですね、ベビーケースの若い人たちもそういうことを言ってましたね。はい。ですから、現在本当に絶好調を伝えられているデビル正美選手であります。まあ、デビル正美選手としても一番いい時期にチャンピオンのジャガー横田に挑戦できたわけであります。今一番上で乗り切ってますからね、はい、ちょうど横田がバタバタ上がってきた時に あったでしょ。そう、あれと同じですよね、はいはいはい、今しかもこの2人はですね、今年の2月ですか、ね、大阪の体育館で一度顔を合わせておりまして、この時はもちろんタイトル戦ではございません、ノンタイトルだったんですが、木刀でね、ちょっとめった打ちにされまして、チャンピオンが不本意な一敗を喫しております。今日はチャンピオンとしてもその終戦という意味もあります。まあだからその意味もあって今日は僕と僕に返したんじゃないかと思うんですよね、はい、一方デビルとしては木刀を使ったり、あるいはデビル軍団の助けを借りて今日勝ったと言われたんじゃ、今後ね、そうです、拠点に変わりますし、ナンバーワンの地位に入りますもんね。タイトル戦を気がしたくないという気持ちがあるんでしょうね、はいはい。まあ、デビル正美選手は現在ブラック軍団に対して無謀の限りを尽くしてますが、純粋なプロレスに対する気持ちは誰よりも持っている選手ですからね。これぐらいはしたということは伝えるでしょう。はい、これは苦しいでしょう。ジャガー横田選手が今ちょうど発売されているですね、プロレスの雑誌で自分のプロレスについて、自分は攻めて攻めて攻めまくるんだと、自分が攻めを忘れたらもうプロレスをやってる意味はないということを書いてますよね。そういった意味では遺憾なく素晴らしい動きを今日は披露してもらいたいものであります。さあご覧ください、フライングクロスが出ました。あ、これも18番であります。そしてフライングボディープレスでありますが、もちろんこういった技で決まるわけはありません。もう知ってますからね、結局今年の技ですからね、はい、両方とも十分読んでますんでね、はい、しかしジャガー横田選手の18番空中殺法が出ました。これから面白くなりそうですね。いやー、まさに阿部さん、手に汗を握るという感じになってきましたね。もう目が離せないですよね、はい、本当に。デビル正美選手というのは、まあ、ブラック軍団の花さんね、はい、現在大将なんですよ、はい、ドンなんですけどもね、はい、花さんの目にはどういうふうにこのデビル正美選手映りますか。いや、これは力強いね、いい選手なんじゃないですかね、はい、テクニックだけじゃなくて力がね、ある選手ですよね。力がありますよね、
ただ人がいいっていうのがね、あ、やはりそういう風に花さんは人がいいですよ。一気に攻めればいいというのはやっぱ人がいいとか出てくる、はい、いや実はですね、いつもは木刀を持ったり、それからブラック軍団の子分を引き詰めて悪いことばかりしてるんですよ。はい、悪役ですね、しかしまああの本来持っているものは上田コミッショナーも言ってますけども、純粋さというんでしょう、優しさというんでしょう、そういったものもあの内に秘めている選手なんですね。したがって今日はこの大きなタイトルをかけた一戦、純粋に戦いという会という気持ちは人一倍強いものを持っている日大ありません。デビル正美選手であります。ただし厳しくなってくるとどういったでね、動きを見せるかわかりませんね。今度は強化されませんよね。そうですか、さあ場外戦であります。場外戦であります。場外でどうでしょうか。放送室にやってまいりました。渾身の力を込めて今ちょっとっと机の上に立ちつけております。いやー大丈夫ですか。思い切り立ちつけました。ジャガー横田大丈夫でしょうか。ジャガー横田の小さな体が今突っ込んできましたね。上田コミッショナーの膝の上に落ちました。今の場外乱闘は古文の手助けはありませんでしたけども、何かあの執念が積もってました。思い切って立ちつけました。阿部さん大丈夫ですか。本当に気をつけてくださいね。飛び込んでくるからね、はい、飛び込んできましたんでね、びっくりしますよ、はい、マイクロフォン助けたつもりだったんですけど大丈夫かって今チェックしました。大丈夫でした。すべてさて試合はようやくリングの上に戻ってくれました。この試合は60分1本勝負。本当にアウメさんも言ってますけども目を離してくれません。さあジャガーの今度は速攻になるか。抱え上げました。落としました。これはお腹を打ちました。内臓を打っております。あっと素早い動き、足音文字がかかりました。あっという間足音文字をかけました。今のタイミングは抜群でしたね。あっという間の足音文字、これはレベル正美選手完全に今日疲れたようであります。今マスクという選手が出てまいりましたね。いや手を出さないはずですよ、はい、手を出したらね、これはあのコミッショナー厳しく取り締まってください。しかしブラック軍団ドミノデビル正美選手、今日は晴れの 3WA 世界チームの選手権試合であります。ブラック軍団の若い選手もリングサイドぐるっと取り巻いて、このアクションの字どうでしょうか。あれでもあの非常にいいポストやってますよね、はい、体は上がってますね。高い位置でやってますから痛いでしょうね。あれはポジションが良かったですよね。ロープになかなか流れることができません。これじぶって逃げるんじゃないですか、じりじりとあの交代してますけどもね、まだ痛いですよね。あれはそう、まだちょっと距離があります。さあどうでしょうか。いや特にあの痛さと苦しさでね、どっと汗が吹き出しております。今ようやくロープに手をつけました。あのロープの下まで完全に体が入らないとダメなんですけども、今松永審判部長ロープレークを命じております。チャンピオンのジャガー横田にロープレークを命じております。今度はジャガー横田がなかなかこれを受け入れません。まああのガッチリと勝ってしまってますんでね、なかなか、外れません。今ようやく外れました。あーっとデビル正美場外に逃れた。ジャガー投げで落ちていきました。ジャガー落ちていった。前振りのお客が見えている。ジャガー横田今度は場外戦であります。お返しですね、さっきのお返しですね。ここまでどうでしょうか。15分後が経過した時点なんですけども、ゴブゴブということは言えますか。ゴブゴブですね。ゴブゴブですか。優劣はつきにくいですね。これ判定つけようと僕困りますね。どうですか、ね、花さんはどうですか。いやまだゴブゴブですか。本当そうですね、はい、まず一足先にチャンピオンのジャガー横田リング内に、そして今デビル正美選手がちょっと足を引き上げて、だからこれでリング回ってね、はい、時間ぐるりいっぱい足りないですね。下身の取り戻せに、はい、場外カウントは20まで、20以内にリング内に登場すれば OK であります。まあちょっとね、まだちょっと足を引きずってましたね。しびれてるんでしょうね。ジャガーとしてはここは大きなチャンスで、だから足を持ち込んでるんじゃないですか、ね、チャンピオンのチャンスまた足を攻めました、うん、右足を今度はロープを使ってどうやら攻めるようであります。珍しいですね、こういう反則を使うのは、はい、反則ですよね、これは、はい、ああカウントを取るか、はい、ああやはり松永審判部長カウントを取っております。今ブラック軍団ナンバー2のああワイド勝樹選手もリングサイドに登場してまいりました。心配そうですよ ね、しかしまだワイド勝樹選手も松という選手も
デブルの谷選手に手助けはしておりません。あ、今相当ちょっと膝は痛そうな感じで放送席の前に落ちてますね。膝落ちましたか。全て膝落ちた。松戸優選手、それからワイドカップ選手が来ました。タオルが運ばれてますね。あ、この間にですね、ブラック軍団の若い選手が今背中の汗を拭いてますね。膝を折ったんですね。膝を折ったの。膝を折ったですね。そうでしょうね。だから相当痛いはずです。はいはい。そう。ワイドカップ選手が今入れるような感じで引っ張ってますね。半脱臼のような感じにあるいはなったのかも分かりません。カウントは当然聞こえているでしょう。さあ今、若い選手たちがデビルマサミ選手を起こしまして、これからリングの中に入れました。待ってますね、脱臼ですって。はい、半脱臼の感じでしてね、右足これちょっとこれからデビルマサミ選手としては痛いですね。あ、徹底的にご覧くださいね。右の下を攻めております。チャンピオンであります。ウィークポイントを見つけたらもう容赦はいたしません。いくらチャンピオンでもここはもう絶好の強敵であります。さあ、痛い右下を攻めております。ジャガー横田、何としても第30代の王座に期待というジャガー横田選手であります。痛いですよ。資産はしかし得られません。資産は得られません。徹底的にやっております。しかも2ドロップをね、痛い右下に浴びせております。ジャガー横田選手、ここは一つね、正念場ですね。これ耐えてますね。今大きなポイント、どうか言うわけで大きなポイントを迎えました。時間はちょうど18分の経過。今場内に向けられております。一番苦しい中盤戦を迎えようとしております。60分日本勝負。本日の大会に香川の好試合であります。徹底的に足を詰めております。いい差ですね。はい、右の下を痛めてしまいました。足4の字が効いていた、その上に場外に落ちた時に打ったんですね。硬いコンクリートで打ちまして半脱臼。まあ、ワイドカップ選手がね、急遽入れはいたしましたが、完全な状態ではありません。さあ、この苦しい状態の中どうするか。そう、実績が出ました。この実績はもう少し後で出すと思ったんですけども、もう余裕がなくなりましたね。まだ20分前。あーっと、実績連発。これはこれは変えられませんね。頭突きを今5分くらいやりました。そしてボディースラム。さあ、デビルマサミ選手、進化を発揮するか。高いところから抱え上げて落としました。今度は膝を打ちました。なるほど、自分も膝を、ね、痛めてるんでね、膝を打っております。今度はどうか。またやりました。いやー、お腹を打ってますね。もう相方は出てます。そしてですね、これ釣り天井に行きますよ。珍しいですね。デビルマサミ選手の釣り天井が出ました。ゴメロスペシャル。いやー、高らかと小さなチャンピオンの体が宙に浮いております。チームの方が苦しいがどうか。あっと、片手で逃れました。鮮やか。さあ、試合はこれから一番苦しい長盤戦に勝ってまいります。デビルはこれ30分以上の試合したくないんですよね。あ、そうですね。初めての経験なんですよ。はい、だから自分のスタミナへのだいぶ心配してますよね。それだけのトレーニングは積んでましたね。そうでしょうね。まあ、スタミナ的にはこの体ですからね。しかしチャンピオンに負けるようなことはないでしょう。あっと、今度はどうか。あ、ファイルドライバーまでか。中盤の大技が炸裂。これは肩エビ決まるか。いや、気力を尽くして逃れました。デビルマサミ必殺技ファイルドライバーをかわした。もう一発か。あっと、うまくかわした。今度はチャンピオンが来た。ジャガー横田ファイルドライバーを組みました。危ない。あ、ブリンで返す。逃れました。いや、壮絶な試合であります。背筋が寒くなるような試合であります。ファ、ね、イルドライバーの連発。あれ、こういう技は2人やったことないですね。壮絶な試合を展開しております。今日の TWA 世界シングル選手権試合、どうか。クロスチョッパー、素晴らしい迫力のクロスチョッパー。さあ、またロープに引くか、まともに食うか。食ってますね。なんとかかわしたと思いましたが、かわせません。見やすくか。今度はどうするか。ブレンバスター、高いところからブレンバスター。いやー、チャンピオンの動きがパタリと止まってしまいました。チャンピオンちょっとピンチであります。
チャンピオンピンチを迎えました。今度はサイドスープレックスであります。横に落としました。そしてまたロープに振ります。今度はどうするか。また横に抱えて、あっとバックリーか。大技連発のデビルマサミであります。完全にチャンピオンを飲んでおります。そしてまた上にバッター、ね、さあチャンピオン耐えることができるか。上からいった、ドブリッチ、素晴らしい根性であります。カウントを入れさせません。この点がチャンピオンの意地、迫力であります。このブリッチはすごいですね。すごいですね。本当はあのカウント1ぐらいでもいいんですけども、チャンピオンの意地なんでしょうね。間髪を入れて返しましたね。素晴らしいですね。これも返しました。エクストラーズに行きました。今度はジャガー横田選手が反撃であります。あーっと尻尾が当たった。尻尾が当たっていきました。さあジャガーの攻める番であります。チャンピオンの尻尾が当たった。これはもうデビューした時から得意技の一つ。そうですね。そして後ろに落としております。さあどうするか。トップロープに上がるか。トップロープに上がるか。トップロープに上がった。何がいった。何がクロスショット。さあ押さえ込もうという体勢でありますが、今度はデビルを必死に逃れております。回しましたね。さあもう目が離せなくなりましたですね。またバックを取った。とこのバックドロップは失敗。今度は逆にバックを取った。そのまま決まるか。と逃れた。デビルマサミは危なかった。今頭を打ちました ね、 ましたね。今のはもう必殺のバックドロップ。いやあのまま決まるかと思いました。モンドリ打って今場外に落ちましたのはデビルマサミであります。また行った。ああどうしてった。頭から落っこちました。どうか。あれで腕を怪我したんですから ね、 ねあれは九州だったんです ね、 そうですね。あれで腕を怪我したんですから、ね。いやチャンピオンが完全としてぶつかっていきました。汗かいてますかね。出るんですよね。みんな何かあのジャガー横田選手のやや冷静さというんでしょうかね、失ってますね。何もあそこまで今攻める必要はなかったんじゃないでしょうか。はい、一発で決めようといきます。そうですね。場外戦は先ほど言ったジャガー横田選手としてはあまり深いスード不利だという、ね、話をしたばかりなんですが、どうでしょうか。あ、放送席の前、様相を変えましたチャンピオンであります。チャンピオン放送席の前やってまいりました。あ、椅子を出したですよ。いや、一向椅子を仕掛けたのがなんとチャンピオンですね。これはおかしい。これはおかしい。ジャガー横田が依然として一攻撃。デビルマサミどうこれを受けて立ちますか。不思議ですね。考えられません。試合展開であります。逆です。完全に逆です。デビルマサミ選手チャンピオンの一攻撃でちょっと参りました。いやこれはですね、デビス軍団の若手が怒ってますよ。若手がしかもリングの中に入ってまた一攻撃であります。あーっと今日の松永俊組を今投げ飛ばしました。あれは不利です。これは考えられません。これは考えられません。逆ですよね。どうしたんでしょうか。ジャガー横田おかしいですね。怒ってますよね。当然ですね。ワイド和樹選手も怒ってます。あ、何か今命じましたよ。椅子を持ってこいと命じました。大変なことになりました。続投攻撃に行きました。ハニはハートに。まあしかしね、何かあの今ね強い不況でね、続投を持ってこいということを命じたんですね。当然として参りました場内であります。よけろ大田区体育館。ついに狂気、ついに狂気が持ち出されました。いやしかしこれはですね、チャンピオンのジャガーが仕掛けたという感じもありましたね。上から木刀攻撃。場外で狂気戦、場外で狂気戦。いやこれは文字通り狂気の沙汰。いや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 、放送席の前なんでね、私ももうこれは、いやいやそうチャンピオン
が一走、チャンピオンが一走、そしてヘビトナトミ選手が木刀、ヘビトナトミ選手が木刀、なんともできなくなりました、なんともできなくなりました。おお、これは大変です。いやー、どうしたんですか、どうしたんですか。今ゴングが鳴りました。監督なんですけども、お互いに監督でしょ。え、どうなってますか。リングアウトのドローです。両者両台カウントアウトですか。両者両外カウントアウトだとタイトルの異動はないんですか。あ、なるほど。それだとチャンピオンとしては何か両外、両者両外カウントアウトに勝ちたいような感じもありますね。ねえ、意外な結果になりました。これで結果になりました。これは何でも黙っていないでしょう。すいません、驚きましたね。いや、花さんね、いつもとパターンが違うんですね。いつもですとね、デビル雅美選手が監督をやってね、痛い目に遭うんですけども、今日はジャガー横田選手から椅子攻撃でしてね、これはあの、あ、今デビル雅美選手がコミッショナーに抗議、コミッショナーに抗議。いやー、放送席のマイクを取ってね、これはちょっとデビル雅美選手としても納得できない判定かも分かりませんですね。はい、はい、果たしてどういうことになりますか。とりあえずあの、リング上ではこれからコミッショナーの認定証の授与ということになります。チャンピオンベルトは今ジャガー横田選手に返ってまいりました。第30代のチャンピオン、初息をのむ。この辺で大田区体育館からお別れいたします。ごきげんよう。どうも、あの、花さん、安倍さん、ありがとうございました。はい、どうも。